業証書学域授与。所定の課程を修めて本学を卒業したことを認め、学士、日本語、日本文学の学位を授与する。おめでとうございます。私たちの生き方をはじめ、今後あらゆることが加速度的に変化することになるでしょう。このような中、卒業する皆さんは変革する時代の転換点にトップランナーとして社会に出る、あるいは進学するということになります。その時にはこの向川女子大学の卒業生であることに強い誇りと自信を持ってください。先輩方が築き上げてこられた伝統という名のバトンは大切に引き継ぎ、時には大胆、時には柔軟に変革しながら、この向川女子大学を卒業生の皆様がますます誇れる場とするよう努力してまいります。思い返すと、この4年間でたくさんの出会いがありました。自分とは異なる考え方を持った友人と一つのものを共に完成させることで、共同して物事を達成することの喜び、楽しさ、難しさを学びました。向川女子大学で学べたことに誇りを持ち、それぞれの道で精進いたします。した後は、高校の英語教師になります。私はスピーチのゼミに入っていたんですけど、その人生の中で一番挑戦したことだったので、一番印象に残ってます。アウシュビッツの授業が楽しかったです。留学、短期留学みたいなのに行かせてもらえるって言われてて、コロナで行けなかったんで行ってみたかったなっていうので、すごい印象深いです。私は交換留学にでオーストラリアに1年行ってたんですけど、それが一番の思い出で、卒業してからはワーキングホリデーで一応イギリスに行くんですけど、そちらで今後は活動していきたいなって思います。とテレビ業界に就職します。制作会社ですね。で、私はシェイクスピアのハムレットが好きだったので、それについて卒論も書けてすごく良かったです。はい、ビジネスイングリッシュかなんか、そういう授業があって楽しかったし、英語が身についたなと思ってます。銀行員になるんですけど、まあ、将来的にはその海外の視点でも働けたらいいなと思ってます。でもゼミ活動が一番思い出残ってます。卒論書くために週に 1,2 回集まって書くたびに、みんなでご飯食べたりとか、卒論やりながらも仲良くなってきたのがすごい楽しかったです。町行列についてのことを研究してるんですけど、向こう女 TV で取り上げてもらってやったのが印象残ってます。進路は IT 系の仕事に就くんですけど、はい、学んだことを生かして頑張りたいと思います。